赤坂圭一、今月のご報告。赤坂圭一というか、まあ、新薬ウルジャリブレ、M1、2回戦進出しました。ありがとうございます。ということで今月も参りましょう。赤坂圭一のテレッパ放送局。さあ始まりました、赤坂圭一のテレッパ放送局。パーソナリティは仙台 T ライズ所属芸人、そして岩手お笑い集団テレポ代表、赤坂圭一です。この番組はラジオ大好き赤坂圭一が仙台岩手のお笑いの魅力や様々な分野についてお伝えするトークバラエティ番組でございます。ということでございましてね、まさかね、覆面かぶったやつが受かるとは。覆面かぶったやつは受かんないと思ってましたね、 M1 グランプリはね。もう絶対覆面はダメなんだと思ってました。っていうことはですよ、僕らが受かったっていうことはですよ、北海道の金魚と強盗さんも受かる可能性があるってことですよね。そう、覆面が悪いわけじゃないんですよね、多分ね。ありがとうございます、本当にね。来たる9月1日、グリリホールにてですね、M1 グランプリ仙台予選がでございまして、欠席を含めると137とか8とか9とかなんですけど、欠席入れないと多分130、欠席入れなくても130組っていうことでね、だいぶ長丁場でございましたけども、そんな中、合格させていただけ、合格させていただけるなんてっていうことですよ。ありがとうございます、本当にね。赤坂圭一は2010年の M1 1回戦前のコンビでね、2010年の M1 グランプリ以来の初戦突破で、これからライダーに関しては、まあ、これからライダーだったり、まあ、中身の人だったり、で、何回出てんだろう、結構出てるんですけど、まあ、ほとんどが、犬飼っていう、なんか、どうしようもないやつと、ね、1回戦出てるんですけど、受かったことがなかったということで、初の初戦突破ということでね、なんか2008年ぐらいから挑戦してるらしいですけど、まあこれからライダーではないですけどね、ミシェルなんちゃらみたいなの時にね、からずっとね挑戦してたみたいなんですけど、初のね1回戦突破ということで、まあ本当にありがたいことでございますよ。まあM1 の話はね、トークの方で、いっぱいしていこうかなと思いますんで、まずね、メールください。762@rediosujinosan.jp 762@rediosujinosan.jp ですね。そしてハッシュタグが、ラジオ 3GL ラジオカタカナ3がすじのさんで、 GL がアルファベット大文字でございますんでね、X でつぶやいてください。ということで、今月もよろしくお願いします。一曲いきましょう。チャギ&アスカ、モーニングムーン。さあお送りしております赤坂圭一のテレポ放送局。パーソナリティは仙台 T ライズ所属芸人、そして岩手お笑い集団テレポ代表、赤坂圭一です。お願いします。ということでね、M1 グランプリ仙台予選が9月1日グリリホールにて行われましたけどもね、そこで、ありがたいことに我々新ヤクルチャリブレ2回戦に進出ねさせていただきまして、まあどうでもいいんだけど、なんか2回戦突破みたいな書いてる人いるけど、2回戦は突破してないからね、みんなね、まだね。1回戦突破だから、気をつけてください。なのでね、ありがたいことに2回戦進出させていただきました。ただね、これほんと大変だった。今回マジでね、なんか今回マジで M1 出れないかと思ったんですよ。なんでかっていうとね、これからライダーさんがその日ね、もう4時15分には出なきゃいけないみたいな夜勤だと夜勤だということでね、4時15分には出ないといけない。でもまあ例年ね、例年そんなかかんないから大丈夫だろうと思って油断してたんですよ。で発表されたんですよね、順番というか交番が。で最初に発表されたのが I グループかな、 I グループ H グループか IHH か H グループだったわけですよね。 H グループの集合時間が確かね
15時25分とかあったの。あれこれまずくないみたいな。これからエラさん。で、発表されて、なんかしばらくは何も言ってこなかったんだけど、大丈夫ですかみたいな、こっちから聞いたら、やばいですと。やばいですみたいな話になって、明日その日の翌日、仕事場にちょっと相談してみますみたいなことは言ったんだけど、なんかその日の夜にツイキャスやってて、これからエラーさんが、そこでなんか清水たぬきさんから、なんかコメントもらったんだろうね。仕事の都合といえば順番変えてくれるみたいな。パーマ大佐がよく使ってる手法だみたいなね。いや、これからエダーとパーマ大佐一緒にすんなよみたいなね。のではありますけど、これからエダーの仕事は普通のお仕事だからね。パーマ大佐のお仕事は、ほら、森の熊さん関係で謝りに行くお仕事とかあるから、全然違うから、全然違うんですけど、で、じゃあ、そんな話だったから、これからエダーに問い合わせてみなよって言ったら、事務局側では順番をなんか勝手に入れ替えることはできないけども、知り合い同士で、なんか相談の上で、順番入れ替えるんだったらその旨を事務局にメールしてくれみたいなことを言われたらしいの。で、じゃあもう、事務所内で一番解決するのがいいのかなと思って、オモビクズだと思って、オモビクズにね、僕からちょっと、ね、LINE したんだけど、その前に、ツイキャスやってて、また。あいつ。ツイキャスで順番変わってくれみたいな配信をしてたわけ。まあ僕もね、おもびくずだって思う前に何にも言わなかったのはね、悪いんですけども。早いなと思って。で、まあ、オモビクズね、オモビクズというか、オモビクは優しいからね。まあ、オモビクズも、なんか予定もその日なかったようで、いいですよっていうことで、オモビクズと変わってもらいまして、ことなきを得たんですが、でも結局ギリギリだったね。出た時間が。4時5分とかだったんで、結構ギリギリだったなと思って、危ない危ないみたいな感じだったんですけど、そしてね、何より良かったのが、オモビクズも受かったのよ。これほんと良かった。面白びっくり高校生ズも受かった。ね、これ順番変わったことで、まあ、僕らだけが落ちるのは別にいいのよ。僕らもなんか受かると思ってなかったし。でも僕らだけが受かっちゃったらもうなんか、いたたまれないじゃないですか。順番変わってもらったから。ね。で、なんか、順番変わった結果、オモビクズの前がね、なんか、アモルファスの明智と、ヤナっていうピン芸人のね、ユニットで、なんか、顔を白と緑に塗ったような、異色な漫才をやったみたいなんで、ちょっと、それもちょっと気がかりだったんですけど、ね、よかったです、一緒に。受かって、よかったでございます、本当にね。で、グリリホール初めて行ったけど、狭いんだね、なんか動線が。本当に、動線、舞台袖までの動線が暗くて、狭いみたいな。で、もう幕で、左側、進行方向向かって左側がもう幕で仕切られてんだけど、幕の外がもう客席みたいな。んで、暗いからさ、これからだって見えないじゃない。暗いとこ。パチンコ店のさ、暗いとこでも見えないの。ってことはあんな真っ暗なとこ見えないわけ。だからもう手を引いてね。手を引いて、これからだ手を引いて。本当にアテンドよ。アテンドのバイトみたいなもう。着ぐるみの。そんなことをしたわけですよ。ねえ。でさ、僕、エントリーシール落としたの。なんか、ネタ中も、なんか、これからいだと接触する場面で、なんか、エントリーシール落としたっぽいんだよ。
なんかネタ終わりでありがとうございましたで頭下げた時に下にエントリーシール落ちてるのよ。で慌てて貼ってはけたわけで、帰りもこれからライダーの手を引いて帰らないといけないわけじゃない。でその道中でエントリーシール落としたの。ね、なんかちょっと残念よね。まあでもエントリーシールに固執しなかったから受かったみたいなとこあるかもしれないね。なんかみんなほら M1 のエントリーシールをさ、なんかすごい大事に持ってるじゃない、うん、だから受かんないんじゃないのみたいなとこもあるよ。結果論ですけどね、結果論ですけどね。 だからそう落としてもほらまた2回戦でもらえるからよかったよ。であれだ、なんかねこれからだがまたなんか M1 終わった後にツイキャスしてたわけで、グリリホール楽屋がないというか、まあ M1 ってそもそも楽屋みたいなのは用意されてないことが多いんですよ。なんか通路とかでね、ロビーとかでね着替えさせられたりするわけですけど、それが当たり前なんだけどさ。でグリリホールもロビーだったわけで、ガラス張りだから外から見える感じだったわけですよ、うん、でなんかそれに対してね、これからライダーがあんだけ丸見えならねえちょっと顔を隠して活動してる身としてはちょっと厳しいですみたいなこと言い出してさ、ツイキャスでそんなんあるなら書いといてほしかったなみたいな、書くわけないだろうみたいな、そんなんいちいちなあちょっとマイノリティを武器にするなよ。盾にするのはわかるけど武器にするなよと思ってさ。ちょっと本当にこんなこと初めてかもしれないけど、僕 LINE で普通に怒りましたからね。そんなこと言うんじゃない。で入る前にもう清水さんからそういう状況だよっていうのは聞いてたんですよ、うん、先にね出番を終えた、清水さんが外にいたんでお話の途中でね、うん、そういうお話がありましたんで、だから駐車場に戻ってマスクかぶってくるとかはできたはずなんですよ。それならもうそんな文句言っちゃダメよと。ねえ、ほんとに。ねえ、調子に乗ってますわ。いいですよ。多様性の時代ですからね。うん、どんな活動方針でもいいんですけども。ねえ、みんながみんなあなたに合わせないですよ。あなたにだけ楽屋用意しませんからねっていう話ですからね。そう。まあ、なんか、聞くところによると、なんか2回戦の会場は楽屋があるらしいんで、よかったねっていう話でございますね。ありがとうございます。まあ、本当に、ね、受かると思ってなかったんでね。よかったでございますよ。そう、なんか、今回あれだね、みんななんか重複エントリーみたいな、してたけど、僕らとか、オモビクズとか、あとヨッフィーか、ヨッフィー、ここ数年仙台大会のベスト3に入ってるヨッフィーのお二人なんかはもう一組でしか出てないからね。ちょっとわかんないもんだね。重複でエントリーするのかがいいのか、一つに絞るのがいいのかっていうのはちょっとわからない問題でございますけどもね。まあそんな M1 グランプリ仙台予選でございましたということで、もう一曲いきましょう。ジャギアンドアスカラブソング。赤坂圭一の YouTube になりたいです。さあこのコーナーは赤坂圭一が人気 YouTuber や YouTube になるためにはどうしたらいいのかをみんなで考えていくコーナーでございますということで、まあ、ネットで何やってんのみたいな話なんですけども、ほぼほぼやってないね。本当にツイッターとインスタとスレッズだけです。最近は、TikTok ライブもね、 TikTok は見るだけですね。開いても見るだけですね。ちょっとねやっぱ夜勤のバイトをしてる関係でね、なかなかできないんでございますけども、まあお時間があればやろうと思いますっていう感じなので、
このコーナーちょっと今月で終了します。ありがとうございました。 YouTube にねなかなか慣れずに赤坂圭一でしたけども、ちょっと今月でちょっとね終了させていただきたいなと思います。このコーナーのご愛顧誠にありがとうございました。まあね、ネットで何やってるかみたいなことはね常々報告していきたいなとは思いますんで、よろしくお願いいたします。ということで、来月から新コーナー始めます。題してギャグ短歌日和。はい、このコーナーはですね、毎週テーマに沿ってね自由に短歌を送ってもらうコーナーでございます。ということで、皆さんから短歌を募集しますね。57577味噌一文字でございますんでね、まあギャグ短歌、まあねお笑いに寄せてもいいですし、まあ普通に送ってもらっても大丈夫ですというコーナーでございます。初回のテーマ忍者でございます。初回のテーマは忍者でございます。忍者に関する短歌を送ってください。赤坂お手本短歌ということでお前誰だよみたいなね、お前短歌なんかやってたのみたいな話ですけども、ちょっとね僕も作ってみたんでこんな感じでどうでしょう。空張りは16種類ございます。水遁の術、筒用ケース。空張りは16種類ございます。水遁の術、筒用ケースね。一度は考えたことあるでしょあの筒どうやって持ってくんだろうみたいなね、専用ケースあるのかなみたいなね、考えたことあるでしょ。うん、そんな感じでございますね。こんな感じでね、お笑いに寄せてもいいですし何でもいいんで送ってください。で、注意事項としては盗作やめてくださいね。安倍夏美さんみたいになるの嫌なんであと自分の作品ね、自分の作品であってもすでにどっかに出したものはちょっとやめていただければなと思います。で、どこに送ればいいのっていうことなんですけど、応募フォーム作ろうと思ってますんで、番組終了後僕のツイッターをチェックしてください。よろしくお願いします。ということで、YouTube になりたいですのコーナーは一旦終了します。で、来週からは新コーナーギャグ短歌日和、行いますんでぜひ送ってください。よろしくお願いします。ということで、以上 YouTube になりたいですのコーナーでした。さあ、赤坂圭一のテレポ放送局、今月もお別れの時間です。762@radio3.jp 762@radio3.jp までね、普通のメール何でもいいです、送ってください。で、ハッシュタグだね、ハッシュタグラジオ 3GL でね X でつぶやいていただければ、僕が見に行きますんでよろしくお願いします。そして新コーナーギャグ短歌日和、テーマは忍者でございます。皆様からの短歌をお待ちしております。そしてこの番組ポッドキャストでも聞けます。 Amazon ミュージック、 YouTube ミュージック、Spotify など、ポッドキャストで聞けますんで、各ポッドキャストサイトでアプリで聞けますんでね、ぜひ聞いてください。よろしくお願いします。ということで、で、告知でございます。で、次回のいきなりライブは10月4日の金曜日、福祉プラザふれあいホールでございますね。ぜひ来てください。よろしくお願いします。チケットご用意できますんで、ぜひ、リプなりね DM なりください。お願いします。で、直近で言うと竹にすずめ TV が9月23日月曜祝日にございます。場所が仙台市戦災復興記念館4階研修室でございます。17時50分開場、18時開演でございます。ゲストが、NSC30期生、東京 NSC30期生、版外守備職人さんが来ますんでよろしくお願いしますねえ皆さんね、あんまりご存知ないかと思いますけども、僕と社長がね、去年一番面白かった学生芸人だったと自負していますんで、ぜひね来ていただければなと思いますね。よろしくお願いします。すごいですね、 NSC 生が来るんですね。まあまあまあ、のろしというね大会の優勝メンバーでもありますしね、アマチュアながら R1 の準々決勝にも進んでますんで、面白いこと間違いなしなんでね、ぜひ来てください。よろしくお願いします。はい、ということでね、
M1 ありがとうございました。あのね、6時間とかでしょ、6時間とかの長丁場でさ、最初から最後まで見てくださったお客さんいるらしいねいや、休憩が入るとはいえよ、きついでしょ。いやー、誰よりも M1 選手よね誰よりも M1 選手、マジで。いやー、本当にお尻大丈夫だったかしらね。6時間とかね、ずっと漫才を見てくださったわけでしょ。ねえ、優勝だよね優勝でーすだよ本当に M1 仙台予選オリンピック優勝でーすですね。ということで、次回もお聞きくださいということで、赤坂圭一でした。ありがとうございました。いや、ということで、今回もありがとうございましたね。ちょっとね、9月で、来月10月でしょ、改編期ということで、ちょっとね、新コーナーやります。まあ、なぜ短歌なんだということをちょっとお話ししようかなと思うんですけども、僕がね、茨城担当事変で唯一良かったことは、ノート、僕のノートを歌人の増野光一さんにフォローしてもらったことなんですよね、ご存知ですか、歌人の増野光一さんって。僕、増野光一さんの監修したドラえもん短歌という本を高校時代に読んで、あら、短歌って面白いじゃんと思って、増野光一さん関連の本、簡単短歌のなんとか塾とか、監修してる本を結構読んだんですよ。でその増野光一さんにね、ノートをフォローしてもらったということで、そこが唯一良かった茨城担当事変に関しては、そう、ソニーの元芸人さんでしたっけ、哲二さん、何の話だ、誰の話だ増野光一さんはあ、ソニーにいたのかな。でも今はタイタン所属ですタイタンの学校に通ったんですよ。で、先に通ってんのは茨城担当なんで茨城担当が先輩面してんのがちょっと腹立つ増野さんに対して。そう、増野光一さんが今歌人さんっていう芸名とかでやってるんですよね。そう、だから僕は高校時代に増野光一さんにちょっと触れてるっていうことで、そうで、今でもちょこちょこね、短歌見たりとか、ちょっと作ってみたりとかはしてるんですけども、ちょっと本格的に短歌のコーナーをやろうかなと思いますんで、ぜひ応募フォームできてると思いますんでね、ぜひよろしくお願いします。初回のテーマは忍者です。はい、僕のお手本短歌をもう一回読んどく。カラバリは16種類ございます。水遁の術、筒用ケース、まあ五七五七七にしていただくとリズムはいいんですけど、まあ31文字になればいいんじゃないですかそういうもんなんじゃないですか、あんまり肩肘張らずにやりましょう。はい、ということで、そんなコーナーもやりますんで、ぜひよろしくお願いしますということで、また来月お会いしましょう。ありがとうございました。